バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイはですね、お隣でもう少しでね1歳になりますのんちゃんがおります。うん、皆さんこんばんは。はい、最近はですね、ステージをする時も歌を歌っている時も、そしてラジオのお仕事のね、まあいろんなね特集お母さんに取り組んでおりますが、いつもねそばで理解してくれているなって感じる子供ってね、あっという間に成長しまして、大人ってあっという間に年を重ねるわなんて言いますけど、子供の年齢の重ね方と大人の年齢の重ね方ってね、全く違うなと思って、でまあそれじゃいけないなって教えてくれたのが長女のシノンだったんですけれども、まあね、のんちゃんの子育て一緒にね音時間過ごしてますと、自分の成長の緩やかさをねもうびっくりしちゃう。まあ、そんなね毎日ではございますが、まあ私もねまだ伸びしろはあると思ってね、動かなくてはいけないなと思っております。そして卒業シーズンということで、卒業をね迎えられた皆さん、卒業を迎えられる皆さんもおめでとうございます。この方もそうでございます。間もなく卒業いたします。多分無事にね、大丈夫かな、成績いいのかな、心配ではございますが、今夜のゲスト、シノン。こんばんは。こんばんは。大丈夫、卒業できる？大丈夫です。なんで大丈夫なの？校長先生に聞いた。いえ先生、私卒業できますかって聞いてきて、あ、聞いてみます、うん、お母さんがすごい心配してました。大丈夫ですか？公立高校じゃなかった、ごめんごめん、中学校なのね、まだね、はい、卒業できるのか心配って言ってね、まあ、そんな冗談、いや本気はさておき、鹿児島はね、今日明日が公立高校の入試なんですよね、一般入試でございますね。はい、そうで、まあ、シノンはね、もう高校の方、私立高校だったり推薦入試、あの公立高校の推薦入試は終わってまして、シノンは、今回はねもうちょっと今内定しているので一般入試の方は受けていないんですけれども、はいはい、友達もね今ね自分と戦っている真っ只中ですよね、はい、そしてね面白いことがありましてね、あの入試特有ですけれども、はい、あ、なんだっけ、あの給食、はい、給食問題がありましてね、はい、あの入試で友達がいないと、まあ、鹿児島市内の、高校もいっぱいあるから、私立高校も毎日こう入試だったんだよね、はい、で連チャンで受ける子もいれば、もう1個しか受けないから、それ以外はみんなが入試の時には私は学校に行って、給食の量がいっぱいだみたいな時とか、あ、ですです、はい、あったんですよね。それでうちの子は今日明日公立高校で、まあ、子どもたちが出席できないから、やった、給食いっぱい食べ放題だみたいなことを言ってたんですよね。はい、そしたらなんと今日と明日は給食がありませんでした。午前中で、あの4時間授業で帰ってくるってです。しかも給食がないと。明日の給食がめっちゃ楽しみだったのに、うん、残念です。え、何なの明日は？明日はチーズささみカツでした。チーズささみカツ作ってあげるよ。楽しみにしてます。ささみにチーズ入れてあげたらいいでしょ。いいです。まあ、陽子はですね、ストレス解消法が一つありまして、はい、あのすっごくね揚げ物をしてカラッて揚がったら、うん、なんかね疲れっていうかストレスっていうかね、ぶっ飛ぶのよね。私いい揚げ物したわ、はいどうぞみたいな。皆さん食べてみたいな、うんうん、何なんだろうね、あの別にね、あのすごいいい油を、あ、なんていうの、揚げ物をするための、うんうん、あの鍋を使ってるわけではないんですよ。なんならあのちっちゃいね、うんうん、鍋で、あ、フライパンでね揚げたりとか、もうその時その時の用途に合わせてね、うんうん、どんな鍋でも揚げれるし。
確かに美味しいですよ、ね、めっちゃなんかね、あれ、うん、しかもあのとんかつもいけます、うんうん、チキンカツもいけます、うんうん、魚もさばいてそれを、なんていうの、揚げ物にもできますし、何でも濃いなんですけれども、うんうん、お菓子とかもサーターアンダーギーあー、はいはい、ね、沖縄のお菓子もあげれますが、私はもうとにかくどんな条件であっても揚げ物を上手にできたらストレス発散で多分進化する感じのなんか、あ、なんかついて綺麗に綺麗、うんうん、なのがなんか好きなんでしょうね。あ、なるほどね、うんうん、自分の力によって進化して、うん、結果よくできたっていう、ね、そうそうそう、なんかすごいかっこいいこと言ってるけど、揚げ物そして給食を明日食べれないっていうシノンのね、カナピーズ、はい、明日はひな祭りなので。あ、そうだね、楽しみです。そうだね、明日はひな祭りパーティーをしないといけないんですね。はい、はい、女の子たちの日なのでママの日でもありますから。あだから、明日は、チーズささみカツも乗ります。はい、やったー、食卓に乗ります、頑張ります。ということで、皆さんの笑顔がもっともっと溢れるおひな祭りになりますように、そして卒業シーズンもね、本当あなたが生まれてくれていてくれることに感謝ですっていう気持ちを込めてお届けしたいと思います。ようこでラブレターズ。幸せのピース、今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を明日へ。いただきました曲はヨーコでラブレターズでした。あのさ、始まる、そうさ、始まります、ヨーコのさ、はい、全国、うんうん、
そうなんです、ここで空白になってしまうんですけれども、なぜなら、宿題にしておりましたね、はい、タイトルがございません、このツアー。そうそう、のんちゃんも今ブーイングです。みんな考えてくれたって言って、シノン考えてくれましたか、私がですね、シノンの春休みが始まったら、全国、基本的には路上ライブツアーというのをね、計画しておりまして、で沖縄も行くぞ、北海道も行くぞ、なんなら世界にも行ってやるぞみたいなね、ひよこなんでございますけれども、今のところね、関西と、東京までは行きたいなと思ってるんですが、なんと4月1日にお仕事をいただきそうなんで、私たちなので、予定よりも、なんていうの、どうするかというところではございますが、絶対行きますよ、関西関東、はい、なので、タイトルが欲しい、はい、このツアー名に、はい、何しようかなと。春休みっていうのは言えないで、あ、言えないんだ、あそこ言えない、まあ、そうね、だって1年かけて、最低でも1年かけて47都道府県回りますからね、うんうん、で、シノンとノンちゃんは、石井パパに預かってもらって、はい、ママもね、まあ、1週間に1箇所どこか各都道府県行ってきたら、うん、1年ではまあ確実にね、うんうん、はい、あの回れます、うんうん、ですが今回の、春休みで結構行くと思うので、うん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 、楽しみです。そうですね、まあ、とにかく1年で行ける限りは行くんですが、1年で絶対、全国制覇しますんでね、はい、ぜひ皆さん、楽しみにお時間過ごしていただきたい。そして何よりもタイトルが欲しい。なんでしょう、なんかな、ようこ全国ハピハピツアーみたいな、わかりやすいな、ハピハピですってハピですっていうのを楽しみにしててください。そうだ、ね、皆さんハピです、ハピですって言って、で私のハッピーとあなたのハッピーでハピハピツアー確かに、よくない、石井さん、いいんじゃない、いいかもね、はい、今日もスタッフでお世話になっております、石井さんに一言、うん、いいんじゃない、可愛いといただいたので、ね、ハピハピにはやっぱり笑顔が必要なのでね、ハピハピでさえ笑顔みたいな、笑顔落ちてそうそう、いいんじゃないですか、ね、じゃあようこハピハピツアー2023春休みの陣春休み編みたいな感じですね。そうです、そうです、はいはい、まず第一章、そう、戦とかは嫌いだけど、うん、自分との戦いは好きですなので春休みの陣みたいな、うん、だからそれについてくるのがシノンとのんちゃんとお父さんですね。そうですね、はい、イッシーも絶対ついてきますなのになんでギター弾かないのかないやいや、子守大変ですね桃太郎みたいな感じになってるけど、桃太郎、あ、なるほどねママが桃太郎ね、はい、桃太郎さん、陽子太郎さんに、かわいい羽の生えたシノンと、キャン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 って言ってビエーって泣いてるのんちゃんと、え、でパパ何、鬼、犬、犬、いや犬とキジとあとなんだ、猿、うん、あ、パパお尻赤いんかいや、飲んじゃんじゃないそっちか、あ、まあとにかくそんな感じでね、うんうん、はい、みんなで楽しく、はい、シンガーソングライターママのようこは歌い手と、そしてフルーティストを目指しているシノンと、そしてギタリストの大御所イシーと、そしてもう生き様がアーティスティックすぎるのんちゃん一番すごいですね、一番すごいね、うん、もう無限の可能性しか持ってない、うんうん、素晴らしいのんちゃん、はい、そしてね、あ、まあのんちゃん普通の赤ちゃんと違ってね、もうモデル活動半端ないですからね、はい、あ、なんかモデル欲しいな、あ、のんちゃんがいたっつってねあ、のんちゃんのお仕事も待ってます、はいはい、ということで、そんな感じで4人で回りますんで、 YouTube 面白いことになる、なるよ、うん、確かになのであの YouTube チャンネル登録お願いいたします。 YOKO ようこ japan.com より各 SNS を、ご覧いただけますし、何よりも YOKO ようこ鹿児島で検索いただきますと、YouTube なりなんなりすぐヒットします。なので各 SNS のフォローであったりチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてようこ自身の、スポンサーであったり、応援してくださる方々を募っております。やっぱりですね、全国回ると言いますと、普通ではありえない金額もございますが、何よりも、なんで全国回るのか、それは皆さんと東京ドームコンサートで音時間をご一緒したいからですというプロジェクトなんですね。まあびっくりです、最近ね、ワオって感じなので、ぜひぜひあの、まあ、とにかくねフォローしていただけることから、始めていただける応援の一つなので、そちら、はい、
もうよろしくお願いいたします。でね、この後いつも素敵な番組で FM 技能を盛り上げてくださってますひふみずバーのひふみさん、ひふみさん、ひふみさんがねなんとあの4月にね、陽子がね、さらっとこないだね、え、沖縄行きたいねって言ってたことをね、お、もう来るなら来いという感じでね、エスコートしてくださってます。はい。で、4月はシノンがね、もう入学式始まってからもう1学期になっちゃいますから、はい、ちょっと家族で伺えないんですけれども、はい、陽子だけ伺えないかと、うん、音楽仲間を誘っております、はい、東京の音楽仲間と、鹿児島から、うん、落ち合うのは沖縄どうだって言ったらいいねって言ってるのでね、ぜひ実現したら、みんなで、バニラスカイと、ひふみずバーコラボのイベント2時間半ぶっ通し生配信、生放送ね、したいと思ってますので、そちらもお楽しみに。ひふみさん、今夜も素敵な音時間をお送りくださいね。はい、一足先にできないかっていうことをやるぞという意気込みも今言ってしまいましたが、まあ、多分ね、ひふみさんはね、石井、しのん、のんちゃん会いたかったと思うんですよ。ようこかって思われるかと思うんですいやいやですけれどもね、一緒行こうね、しのんね、うん、行きましょう、行きましょう。だって2回の沖縄は2回ともしのん一緒に行ってますね、うん、ですね。あれは首里城も楽しかったしね、あとその時は吉本があったんだよね。あ、ですです、行きましたね。はい。チュラ海水族館はまだ行けてないんですよね。はい、お土産屋さんだけ、あ、だったね行ったんですけど、国際通りにあったね。ですです、あのなんか手で人形するそうだね、パペット、ま、あ、パペット、パペット、うん、パペットさんをね、はい、イルカちゃん、イルカちゃんです。で、あれ手 つけながらよく寝てましたね。寝てました寝落ちするときにぬいぐるみを抱きしめるんじゃなくて、ぬいぐるみのお腹の中に手を突っ込んでイルカちゃんとパクパクしながらカクって寝てましたね、はい、あ、かわいかったな、はい、そう、まあ、懐かしい思い出もいっぱいですが、はい、まあ、私はね、沖縄行ったらひとまず、大きなステーキを食べてなんで最近お酒を飲まないって言ってるのに、はい、ちゃんとオリオンビール飲みながら行こうかな、飛行機行きながら行きながら、はい、飲で、着く頃には手酔っ払って、うん、手酔っ払って FM ギノワンについて夜の収録までにはお酒を抜くと、はい、終わったらまた飲むと、はい、いいでしょうか。ダメです、ダメですね夢膨らみますね、はい、だって春だもん、はい、まあさ、今年こそ、うん、なんだっけ、あのお花を見る、うん、花見、そうそう、夜桜、夜桜、うん、夜桜を見たいなと思ってますんでね、行きましょうよ。行きたいです、うん、行きたいね。おにぎり作って、うんうん、うん、まあ、さ、できればね、バーベキューとかしたいけど、うんうん、ママのおにぎりでいいが、全然いい、全然いいまあね、そうそう、この間さ、あのじゃんけんまんおにぎりに挑戦したじゃん。はい、めっちゃ上手、かわいかったよね。かわいかった。あのチミーって、あのシノはね、 BTS が好きなので、チミーっていうね、あのキャラクターがいるんですよ、 BT21 にね。で、それはあのおにぎりはまだ作ってないから、何ベタドライバカにしてよこの子、私の英語の発音を。また1曲しか今日紹介してないんだけど、もう今もうキャラ弁はもうとにかく、高校生になったらキャラ弁しか作ってやんない。はい、ダメダメ。開いたらアンパンマン、恥ずかしいんだけどっていう目に合わせてやる。なんちゃって一緒そうそう、ということで、はい、今夜のやっと2曲目、はい、陽子が登山体操エクスハイクのプロジェクト、 KKB 鹿児島放送さんと、そして、鹿屋体育大学の山本教授をね中心に、制作されました。そちらで、楽曲制作をね携わらせていただきました石井さんとね、ハピネスという曲をお聴きいただきたいです。それではお聴きください、陽子でハピネス。
お聴きいただきました曲はヨーコでハピネスでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いします。はい、はい、早速始まりますよ今月あなたが春休みになった瞬間から、はい、私たち全国ツアーですね、はい、スタートします。はい、初日はどこになることやら、うんうん、楽しみではございますが、そして、私は足を止めることができるのかって思いますけれども、できます。できますよね。私が待ってダメよ、ラジオを通して私が桜になるとかダメよ。ちゃんと母ちゃん頑張るんで、ね、CD くださいって言われたらしのがはいどうぞって、あ、はい、ね、で、あのちゃんとポスあの皆さんにね、陽子はこんな人ですって言って配ってくれる、はい、QR コードが載った知らせを、私が足を止めれるように、あの、そう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 、見てくださいってあの言うので、あ、言ってるなって思ったら娘なので、ぜひ会いに来てください、会いに来てください、お願いいたします。お願いします。そしてね、のんちゃんのあのなんていうの、成長と、うん、シノンの、うん、あの交わり方が超面白くて可愛いんで、はい、TikTok 始める、私たちもあの家計のために頑張って TikTok 家になるわとかいうお姉ちゃんがいますけれどももしねシノンがね本当にね TikTok 始めたらぜひ見てください、はい、お願いいたします。お願いいたします。なかなかね顔を出すのはね、このご時世どうなのかなと思うけど、うん、まあシノンものんちゃんもね顔は変わるし、はい、もしかしたらね、うん、もう BTS 大好きで韓国行って、あ、顔変わってきたねシノンとかね、ちょっと整形してます、ちょっとやめてください。シノンみたいなそういう未来も待ってるかもしれないじゃん、細くなるっていう、あ、痩せる方、そうそう、いやいや、もうね確実にあれシノンだったっけみたいなそういう未来はあるかもしれんよ。ないないない、ないか、可愛いもんね、うん、うん、そうだよそうだよということで、まあ、そんな言ってたらヨーコがあれヨーコ顔変わったな逆に逆に、いや、そう言ってみたいものですね、うん、はい、もうこの顔でしょうがないと思ってるから、いやいや、かっこいいですよ。いや、もうその話また今度ね、はい、もうね、私のすっぴんだけじゃない、化粧しても何してもね、横顔見てママほんとかっこいいあのその後に普通のお兄さんたちよりかっこいいみたいだね、うんうん、やめろ、ん、なんでなんでなんで、シンガーソングライターママね、ママ、ま、ひとまず、まその話は次回、はい、ということで、皆さん1週間もハピハピにお過ごしくださいね、今回決まりましたハピハピ、うん、プロジェクトね、はいはい、頑張りたいと思いますので引き続き応援よろしくお願いいたしますではでは、この後はひふみずバーでございます、はい、せーの、バイバイハッピー。